工藤全太郎工藤全太郎から1932年10月2日は明治から大正時代の政治家、地主、醸造家、衆議院議員、後の青森県南津軽郡、大杉村に生まれる、地主で酒造業を兼業した、青森県師範学校卒業、1890年青森県会議員に当選し、通算後期14年在任したほか、 1898年には県三次会員も務めた。他、大杉村会議員、南津軽軍会議員などを歴任した。1912年5月の第11回衆議院議員総選挙では、青森県軍部から立憲声優会非公認で出馬し当選。1914年には声優会を脱党し、翌年の第12回総選挙では落選した。その後は、 民政党県支部顧問となった。他、1902年郷里の大杉村で小作米品評会を起こし、1905年大杉信用組合を設立。1908年には産業組合や大森支部副会長に当選し、同年農事功労者として表彰された。さらに19 19、1919年大杉村長に就任し1922年まで在任。 青森森林会議員としても尽力した。ありがとうございます。